さあ今日も始まりました、たけるくんを使ってのトラック飯です。これでね、今日何を食べようかなと思いまして、ちょっとね、今回だいぶトラック飯間が空いちゃったんですけど、前回のトラック飯でイワシの缶詰を紹介しました。覚えてます？あのね、イワシの缶詰で味噌味と味付けがあったんですよね。で、前回は味噌味の方を食べましたんで、今回はね、そうです、こちらの味付けの方を食べたいと思います。今日はね、イワシの煮付け定食ですかね。ほいで、今日の汁物はちょっとね、今日お腹空いてますんで、もう定番のシーフードヌードル、こいつを食べたいと思います。もう夏はね、やっぱりこいつでしょう。ということで、汁物はシーフードヌードル。ほいでね、ご飯のお供なんですけど、今日はこういうのを用意しました。はい、あのね、これちょっと食べかけなんですけど、これ中身はね、しば漬けなんですよ。しば漬けが入っております。ちょっと食べかけでね、冷蔵庫に入れとったんですけど、今日はね、ご飯のお供はしば漬けを食べたいと思います。ということで、このしば漬けと、ほいでイワシの味付けとシーフードヌードルでイワシの煮付け定食作っていきます。ということで、こんな感じに仕上がりました。今日もね、ご飯こんなに美味しそうに炊けております。ほいで、このイワシ缶ですね、こんな感じですね。このちょっと小ぶりな身がゴロッとたくさん、いくつぐらいかな、5つか6つ入っております。ほいでシーフード、これも美味しそうですね。めっちゃいい匂いしてます。ほいでしば漬け、こんな感じですね。ということで、イワシの煮付け定食出来上がり。じゃあね、いただきます。じゃあまずはやっぱり汁物からですよね。いただきますよ。あ、うまい。やっぱりシーフードうまいな。うん、うまい。これも間違いない安定の美味しさですよね、このシーフードね。うん、あの夏ってこのシーフード食べたくなりますよね。昔ね、ようね、プールにカップヌードルの自販機とかあったんですよ。ほいでね、もう絶対にね、僕はね、シーフード選んで食べてましたね。プール行ったら絶対これ食べてましたね。今はね、プール行ったりしないんですけど、でもね、やっぱり夏はね、これ食べたくなりますよね。じゃあね、ちょっとイワシいっときましょうか。結構ね、生姜が入ってますよ。まあちょっとね、やっぱりイワシなんで小ぶりなんですけど、こんな感じ。あー、美味しそう。いただきます。うん、うん、あ、これはうまい。あ、ご飯ご飯ご飯。うん、これはね、結構ええ感じですね。ほら、うん、ご飯が進む。うん、うん、あのね、ちょっと甘めなんですけど、生姜も効いてて、お醤油も効いてて、和風な味付けしてますね。僕はね、味噌味よりもこっちの方が好きかもわかんないですね。ちょっと尻尾の方もいっときます。ほら、美味しそう。うん、うまい。これめっちゃご飯進むわ。うん、うん、ほんまうまいですよ、これ。値段めっちゃ安いのにね。これね、多分88円かなんかやと思うんですよ。まあね、ちょっとね、量少なめですけど、これでイワシやから身もね、小ぶりですけど、あ、国産イワシ使用って書いてますわ。体に優しい魚を食べようって書いてますね。これでカルシウムが豊富、手軽に EPA DHA って書いてるけど、 EPA って何？まあちょっとよくわからんけど、とりあえず健康にはいいみたいですよ。もちろんね、缶詰やからね、骨まで食べれますからね、カルシウムも取れて、美味しくて安くていいと思います。じゃあね、一応ちょっとお漬物、しば漬けもいっときましょうか。こんな感じです。はい、これはもう間違いないと思うんですけど、一応ね。
これはご飯がないと飽きませんわ。うん、これはねめっちゃうまい。なんやったらねもうこれだけでもご飯食べれますわ。うん、ちょっと味が濃いなこれな。でもうん、ご飯がなんぼでも進みますね。いや今日はねほんまにね当たりというかね、もうイワシも美味しいし、シーフードヌードルも美味しいし、それでしば漬けも美味しいしね、それもちろんご飯も美味しいしね、贅沢やな。うん、うまい。やっぱり夏やから塩分取らなあかんからシーフードなんですかね。なんかシーフードって塩分多いめに入ってそうな気しません？多分気のせいなんですけどね。そうか、海イコールシーフードなんですかね。なんか夏のイメージありますよね。いやでもねほんまにねこのイワシね美味しいですよ。一回ね見つけたら食べてみてくださいよ。うん、うまっ。うん、もちろんねご飯のおかずにもなるし、それでお酒のおつまみにもねぴったりだと思いますよ。ちょっとお酒のおつまみ甘いかな。でも、うん、結構甘めな味付けです。でもねご飯が進む。非常に美味しいです。ということでね今日のイワシの煮付け定食も大成功ということで、今日も完食しました。ご飯ねペロリと食べちゃいました。もちろんねこのたけるくんの中も空っぽです。それでイワシの缶詰もペロリと食べちゃいまして、こちらシーフードヌードルもペロリと完食です。スープまで飲み干しちゃいました。それでねしば漬けはまだだいぶ残ってるんですけど、これは冷蔵庫に入れてまた後日食べたいと思います。ということでイワシの煮付け定食完食です。じゃあねコメント紹介のお時間です。まずはこの方、勝幸さんとお読みするんでしょうか。間違ってたらごめんなさい。早速ピンマイク使ってますねわらといただきました。そうなんですよ、このピンマイク、このことですよね。あのねこのピンマイクに関して他にもねたくさんの方からコメントいただきました。本当にありがとうございます。これでねあの前回のトラック飯からしれっとこのピンマイク使ってるんですけど、音声どうですか、なかなかいいですよというようなコメントもありまして、やっぱりねこのトラックの中で撮影してると結構いろんな雑音なんかもあったと思うんですけど、これがねこのピンマイクで解消できたらええなと思ってます。ただねあのちょっとめんどくさい、あとね編集も一手間かかるんですけど、あの音声がねちょっとずれてるというようなコメントもいただきましたけど、そういうのね慣れていったらもうちょっとマシな動画に仕上がるんじゃないかなと思ってます。最初はね変なところがあるかもしれませんけど、それはねもうちょっと温かい目で見ていただいて、今後ねどういう風な成長していくかっていうのもね見ていただければ嬉しいなと思います。じゃあ次いきます。森勝さんからいただきました。お久しぶりです。あ、お久しぶりです。ボッツさん、トラック飯コーナー復活してたんですね。そうなんですよ、あのね少し前からこのトラック飯復活しております。ほいでねイワシ缶も美味しいですけど、鮭缶やサンマ缶も美味しいですよといただきました。そうなんですよね、鮭缶とかあとはねサンマ缶も安くて出てますよね。あのサンマの皮焼きとかね売ってますよね。あれもねご飯の上乗っけたらねサンマの皮焼き丼みたいなのができると思うんで、一回ねちょっとやってみたいと思います。森勝さん本当にコメントありがとうございました。じゃあもう一つぐらい言っときましょうか。いすずぎがだーちゃんさんからいただきました。ちょっと抜粋になるんですけど、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。自分の会社に来月プロフィアハイブリッド納車になります。もう会社カラーに塗られて西東北日野自動車に来たみたいですと、納車が楽しみですと。これでね秋田初のプロフィアハイブリッドですからといただきました。うわ、すごいいいじゃないですか。秋田初のプロフィアハイブリッドですか、
すごいじゃないですか。ほいで来週納車ですか。秋田ですか。遠いな。近くやったらね、取材かなんかにね行かしてもらいたいんですけど、秋田は遠いな。秋田行かへんもんな。いやでもね、本当いいですね。かっこいいですね。どんなカラーなんでしょうね。そうですか。ちょっと気になりますね。低床なんか高床なんか、ウイングなんか平ボディなんか、どうなんでしょうね。気になりますね。これすごい気になりますね。ただこれはダーちゃんさんが乗るんではないんですよね。そっか。でもね、ダーちゃんさんいずれはね、大型免許を取って新車のプロフィア乗れるように頑張ってくださいね。コメントありがとうございました。ということで、今回もたくさんのコメント本当にありがとうございました。またね、この動画にいただいたコメントは次回のトラック飯で紹介させていただきますので、コメントの方たくさんよろしくお願いします。ということで、ごちそうさまでした。ほな、さいなら。